支部 3000m 障害予選第1組先頭 1000m を3分7秒で通過しました。男子走り幅跳び続いて跳躍は慶応義塾大学の酒井君、現在 8m21.2。男子2部 3000m 障害予選第2組の結果が表示されています。1着田村君帝京大学9分14秒44、2着西方君神奈川大学9分16秒55、3着森田君東京農業大学9分17秒28、4着以下はスクリーンをご覧ください。スローペースでレースが進みましたが、東海大学坂口
君が一気にペースを上げ、ただいま先頭です。この3000メートル障害予選は5着までが着順で決勝に進むことができます。